はいどうも、ラッチーステーションです。今日は時間がないので、ちょっとこまめに、早めにポイントだけ言っておきます。ムーンバウンドをやってます。最初の跳ね上げの部分がめちゃくちゃむずい。そして最後のほどいた後の処理も結構むずい。ということで、跳ね上げて、そのまま、親指で糸を取るんですけど、そこが連続してできないので、同時にできるようにやっていきたいです。で、ほどいた後に、フェニックスホイールみたいにして、糸に乗せ、くるっと一周させて乗せると多分いい感じになりそうなので、そこをちょっと修正していきたいですね。はい、ここで、ここで、ね、親指で糸を取るのを今、ちょっと、跳ね上げて、糸を取るっていう風に2段階に分かれちゃってるので、そこをまあ、一つにまとめられると、また幅が広がるんじゃないかなと思います。あと、ここですね。ここじゃないや。はい。これで乗っけて、リストマウントっぽい形、グリトラの形にして、このかけるところ。で、うまく手で、今ちょっとグリーントライアングルのところ掴んじゃったんですけど、まあ、掴まないでできるように、ふわっとかけられるように、調整していきたいですね。ここを掴まないでふわっとかけられるように、頑張ってください。最後までご視聴ありがとうございました。もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いします。他の動画もチェックしてみてください。それでは、ラッチーステーションのラッチでした。また明日。